おはようございます。おはようございます。はい。あ、すいません。あのテレビ局の。ああ。密着よろしくお願いします。はい、お願いします。もうまあ、あの好きに撮ってもう作業してるから。あ、よろしいですか。うん。あのまあこのお祭りの日までちょっとあの密着させていただいて、はい、それはあの1時間のドキュメンタリー番組にしようと思ってますんで。はいはいはい。どうぞどうぞ。何でも聞いてね。テレビ局の柳井と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。あ、じゃあのいもう始めちゃっても大丈夫ですか。どうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあすいません、失礼します。じゃあいろいろあの質問していくんで、うん、ちょっと邪魔になるようであります。すいません。あ、全然全然、はい、何でもよろしくお願いします。はい、はい、失礼します。今何をなさってるんですか。これまあ最終の仕上げ、確認作業、はい、このなんかこの歪んでるとこないかとか、はい、うん、強度の問題もいろいろ。まああのその陳情、あの陳、あのそのそれ陳情を作られてるのは何年ぐらいになるんですか。何？そのちね、何年ぐらいになられるんですか。陳情を作られてるのは。何年っていうのはもう、はい、ほんまにもう物心ついた頃、もう親父がねやってるのもうずっと横で見てたからな。はい、うん、もう小学校のそうやな。4年生ぐらいの時からもう作業してたから。あ、じゃあお父様もその直中院町人だったんですか。はい、ん、お父様もそうや、もう代々や、はい、あ、そうなんですか。もう4代目。あ、ずっと続いてるわ。その代々ちんちん直人が続いてる家系ということでよろしいんですかね。もちろん。ほんまにな、これはな、はい、形見てもらったら分かるけど、はい、この作り手によってそれぞれの型があるわけや。うちはもうずっとこの型でやらせてもらってる。このちょんちょん、ちんちょんは、はい、うん、ちょうちん、はどういう種類の大きく、これはだから万能型。万能型、うん、このもっと丸いのも見たことあるやろ、はい、うん、丸型のな、はい、うん、丸型でもこの縦長のこれ万能型、これどこにもフィットする、はい、そういうのってやっぱりこう、うん、職人人生の中ではこう何年目ぐらいで学ばれていくことなんですか。これはそうやな、このを作れるようになるにはもう20年以上かかるんちゃうか、うん、でも実際その直賃が、え、ちょちょ、はい、うん、ちね、あのち どうなっていくんかなと思って。どうなっていくって何。はい、まあそれ実際何個ぐらい直賃は作られるんですか。何個ぐらいって、そいつからいつまでの話やねんな。うん、その今回お祭りあるじゃないですか。お祭りには4万個作るよ。あ、4万個ちょちょちんを作るっていうのはその制作期間でいうとどれぐらいかかるんですか。まあ半年以上や。あ、だからもう夏祭りあるよったらもうその前の冬からずっと作ってる。ああ、そうなんですか。じゃないと全部手作業やからな。でもその数十年そのちんちんちょんちんとは、君の声はこれオンエア乗んのか。そうやったら好かれんのちゃう。俺テレビのことようわからんけど、その会話形式でオンエアされるなら一応君の声乗ったらまずいやろ。それ私の質問はあの字幕で出ます。はい、あ、君の声は乗らへんねんな。乗らないです。はい、乗らないです。うん、そうやったらまあまあええか。ただナレーターがあとあと付け足したりとかします。質問がこの画面に出る感じやな。右に出ます、縦に。はい、うん、だから1日どれぐらい作るんですかとかさ出るわけやな。はい、1日チンチンをチョンチン。なんで言われへんねん、チョーチンを。なんでチョー言うてみな。チョーチンチンチンチョーチンや。チョーチョン、ちょ、ちょ、ごめんなさいね。あのな、なんで言われへんわ、はい、分からへんって言うたことあるやろ。チョーチン。いや、僕もよく、チョーチョンチョン、チン、チンチョン。はい、ごめんなさい。なんで言われへんねん。それ俺な、ほんまに腹立つわ。いや、これもう、なりわいとしてるからね。人生かけてやってるから。いや、もちろんです。私たちも。バカにされてるわけじゃないってのは分かってるけど、もちろんです言えるやろ、チョーチンぐらい。私たちも食チン、チョーチンを、その。食チンってなんやねん。どうこれ食チンになんね、尊敬してるんですよね。で初めてお祭り行った時にやっぱりこうちょんちんが美しいなっていう。でこれを作ってる職人、僕もそうですよ。子供の頃にこのちょうちんを見てこの見とれてしまって、はい、これを作ってる人がいるんや、お父さんこんな仕事してんねやっていうので、これもう感銘を受けて、はい、そこから僕の人生変わった。もうちょうちんに捧げる人生。でもその代々直腸職人、直腸って言うなんやそれ。直腸ってなんや。お無理やわ、字で出るとしても。人として会話でやってる中で、でも直腸や言われて、その僕もに喋られへんわ、俺。僕ももともとその直腎は言えてたんですよ。ただこの職人がケツについたことによって一気に言えなくなってバランスが崩れてしまったというか、
はい、私ももともとちょくちょんは言えてました。言えてないんやから。ただあの職人がついてからがどうしても職人ちょうちん。今回すな、はい、今普通そうちゃうやろ、これ言い合いしてんねやから。今回すな、言い合い、私何やなこのカメラ、俺初めて見たぞ。あ、こっちの古いタイプなんで、あのそっちの方が映像がよりほうな、はい、柔らかくなるんです。柔らかくなるの、はい、知らんけどやな俺。それ詳しい、それが非常にちんちん俺無理ちょんちんと合ってるな。ちんちんって言うてるもん、ちょいちょい。俺無理や、こんなやつと会話形式でそのまっともなこと言われへんわ。いや冗談通用せえんタイプではないよ。でもこれなりわいとしてるからね。ほんで仕事としてオファー受けて提灯の魅力をこの世の中に伝えたいと思ってやってるから。うんうん、提灯とはね、もう僕の人生そのものや。僕の人生をの明かりを灯してくれたのがそうこれ提灯ですよ。ないと思いますが、あなたにとってちょちょくちんの嫌いなところは何ですか。言われへんって、答えられへんって。そんなもん言えるような手書きなさい、はい、言える子をよこしなさい。まずそれ私ももともと言えたんですけど、職人がケツに切ることになってあのバランスが崩れました。 それが理論が分からん、バランスが崩れたっていうのが、はい、でも本当にちょくちょちんちんちょちょむちゃくちゃ言っとるわ。さっきから、はい、これよろしくお願いします、はい、うん、見せよこれ上司に。自分の声込みの VTR を見せなさいよ。はい、ほんでなんで俺が代わりの別の子をよこしなさいって言ってきたかを説明しなさい。俺がわがまま言うてるみたいに言うなよ。じゃあ最後に、あなたにとってちょんちょんちょくちんちょちょはとちょくちんとは何言うてねん。ちょくちんちょんちょんちょんやないねん。いけ向こう、はい、すいません、ありがとうございました。本当に綺麗なちんちんちんちょんちんちんちんです。はい、ちんちんですって言ってるやん。あなたの祭りを彩ります。おお、ズバリこのちょちょちんちちん代わりのやつおらんのか、君の会社ゆうちょうちんチャンネルちょんちん、君の会社代わりおらんのか。あ、フリーで私がやってます。何回も来んねんこいつが。こんにちは、ジャルジャルの福徳俊介です。この度小説今日の空が一番好きとまだ言えない僕はを発売しました。概要欄にですね、冒頭の1ページ2ページ分ぐらいを載せてます。気になった方は一番下の URL をポチッとしてみて、ぜひ読んでみてください。以上、小説の宣伝でした。バイバイ。あなたもネタサロンに入りませんか。神々しく神々しく。ジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロン、ジャルジャルと一緒にコントができたり、神々しく神々しく、ジャルジャルの活動の裏側を見れたり、楽しいことがたくさんありますよ。それでもやっぱり不透明すぎて入るのが怖い、そんなネタサロン、ジャルジャルタワー。